ようこそ三つち学館へ今回は金と間違えやすい鉱物の大鉄鉱大銅鉱を用いて本物の菌を見分ける方法を紹介します。アクセサリーにも使えると思います元素分析装置を用いて化学組成を調べれば YouTube 同じでも違う鉱物で紹介した多型鉱物以外は確実に識別できますが高価な装置がなければできません。 鉱物の特性に外観色常混色光沢高度割れ方比重密度光学的性質などがあるのでこのような性質を使えば高価な装置がなくても識別できます今回金と識別する大鉄鋼大銅鉱は比重密度常混色高度に顕著な違いがありますのでその特性を使った方法を紹介しますまずはじめに、 大鉄鋼鉄です鉄の硫化物ですがいろいろな岩石に含まれ金に似ているので目立ちます結晶の形は立方体や十二面体が多いですがこれは原の石と同様に削られて丸くなったものです英語名「パイライト」がギリシャ語の「火」に由来するのはハンマーで叩くと火花が出るためです 大,銅です大鉄鉱と同様に硫化鉱物ですが銅を含み銅の重要な鉱石の一つです結晶は三角形を基本とする結晶面が特徴ですが結晶になることは少ないようですこれは削られて卵型になったものです大鉄鉱より表面が変色しやすく長い年月が経つと黒くなります英語名キャルコパイライトのキャルコは ギリシャ語のドーンに由来します金の結晶です不規則な形の小結晶が連なっています金は酸化などによる腐食を受けにくいので本来の美しい色を見ることができます金の結晶が見える金鉱石はまれで金は銀なども含む黒い鉱石を多量に採掘し砕いて精錬しで抽出します 1>, 1トンの鉱石から数十グラム採取できれば良い鉱山のようですでは3種類の識別を始めますまずここにある電子秤りとビーカーを使って密度を測定します密度は同じ体積あたりの質量という物理量ですそこで質量と体積を測定し質量÷る体積を計算すれば 密度の値が求まります。やってみます。はりの資料台に鉱物を乗せて質量を測定します。大鉄鉱を乗せます。二十四点九二グラムでした。大銅鉱を乗せます。 二十五点一八グラムでした。金をのせます。零点七一グラムでした。次に同じはりで体積を測定します。はりは質量を測定する器具で。 体積はは測定できないいと思った人はいませんか実は水を入れたビーカーに糸で吊るした鉱物を入れて測定すればいいのですやってみますはかりの資料台に水を入れたビーカーをのせます 415.01g ですがこの質量は 鉱物のの体積に関係ないいで消えてもらいます電子明かりには風体引きキーがありこれを押せば0になりますではこれから糸で吊るした鉱物を入れて測定しますこの時鉱物がビーカーの底につかないように水中に全体を入れます大鉄鉱を入れます 5.35g でした黄銅どを入れます 6.36g でした金を入れます 0.07g でした。実は、この値が立方センチメートル単位の体積なのです。なぜでしょうか。説明します。左の図を見てください。測りの上に水を入れたビーカーが乗っています。測りの目盛りが 0g になっているのは、風帯引きキーを押したからです。このキーがない場合は、 この質量を記録して次の測定値から引けば大丈夫です。右の図を見てください。水の中に糸で吊るした鉱物を入れました。水面が上がったのは鉱物の体積分の水が押しのけられたためです。この時はりが測定した質量は鉱物が沈んでいないため鉱物の質量ではありません。押しのけられた水の質量です。 水位が上がった分の質量が測りにかかっているのです。このようにして鉱物の体積分の水の質量が測定されました。でもこれは質量で体積ではありません。ところが水になるといいことがあります。水の密度は1 g 毎立方センチメートルなので1 g ル1立方センチメートルです。気づきましたか 水の中に糸で吊るした鉱物の質量イコール鉱物の体積になります。実はこの考え方は古代ギリシャの科学者アルキメデスが発見したアルキメデスの原理に基づいています。アルキメデスは水中の物体に浮力が働きその反作用が測りにかかるとしています。では測定結果から密度を求めます。 質量割る体積を計算するとこのようになりました正しい密度と比較すると金は誤差が大きくなりました自然金は100%金ではなく銀を含みますので値が低くなりますまた標本が小さいため糸の体積が影響したかもしれません金のアクセサリーが真鍮などの偽物であればもっと密度が小さいので この方法で確かめることができると思います比較的大きなアクセサリーであれば精度の高い測りでなくてもできると思います次に常根色を比べたいと思います常根色は鉱物を粉末にした時の色でこのような白い素焼きの陶製の板常根板にこすりつけて調べます ではやってみます。大鉄鋼をこすりつけます。大銅鋼をこすりつけます。金をこすりつけます。もったいないので砂金を使います。 結果を見てみます。一番右の大鉄鋼の線は黒です。真ん中の黄銅鋼の線は緑がかった黒です。一番左の金は粉末が少なくてちょっと分かりにくいですけども金色です。金は粉末にしても金色なのです。最後にコードを比べたいと思います。高度は19世紀の初めに ドイツのコードの異なる10種類の鉱物を標準として定めそれを用いてひっかいて傷がつくかつかないかで判断しますコード6の長石で試してみますお鉄鋼は傷がつきませんのでコードはもっと高いです 次に王道鉱です王道鉱は傷がつきましたので鉱度はもっと低いです金はもったいないのでやりませんが鉱度4の蛍石でも傷がつきますご視聴ありがとうございました今回調べた鉱物の特性の一覧がこちらです色や高度は 鉱物を傷つけてしまいますので、金のアクセサリーは密度を利用するのがいいと思います。試してみてください。次回はガイドブックに出ている鉱物産地を訪問して、体験報告ができたらいいかなと思っています。ぜひ見てください。